青森市企業局交通部、青森市営バス東部営業所は青森県内で初めて導入されたノンステップバス車両観光貸仕切り、空港線兼用都職青森市営バスは、青森県青森市の青森市企業局交通部が営業する公営バスである。青森市内全域及び周辺町村に乗り合い路線を運行する。 交代と呼ばれる旧都職乗り合い馬車を経営していた、篠原善次郎が1923年に、青森市営による乗り合い自動車事業を立案し、乗り合い自動車5台を寄付するという提案をしたが、採算が取れないとして受け入れられず、篠原は、自費にて1924年春より、青森駅合歩公園館の営業運行を開始した。当時、青森市では、 市営電車事業が計画されていたが、当期間の積雪では、採算性が取れないことから断念し、市営乗り合い自動車事業が検討された。ここで、篠原は、車両6台と運営資金1万5000円を寄付、青森市交通部事務所、社交、青森市大技青野技長島において、青森市営バスが発足する。発足当初は3路線だったバス路線は、 町村合併により、路線網が拡大される。1939年には、油川町との合併を踏まえて、青森乗り合い自動車会社より、油川地区の2路線を買収している。青森空襲によって、青森市内は、大きな被害を受けたが、1946年には、仮事務所を置き、本格的な運行再開の大成に入った。1951年には、 事務所を涙に移転し、さらに1956年に作り道へ移転した。国鉄津軽線開業により、東津軽郡一帯に路線を持っていた青森バスが経営不振に陥ったため、当時の青森市長が青森バス側より株式の大半を取得、すでに買収に動いていた広島南バスや津鉄バスを退けて1954年に、 バス事業を譲り受けした。これにより、市営バスの路線網は、東津軽具に一帯に広がった。1959年には、油川社こと、小港営業所が、1962年には、西部営業所が設置され、路線網はさらに広がりを見せる。しかし、路線網が広い上に、財政状況は逼迫し、合理化の一環で1965年より、順次、 ワンマンカーを導入している。交代の部分を青帯に変更された、現行図書区観光貸し切り、空港線兼用図書区配された、案内所青森市営バスの路線は、以前は青森駅と東部営業所を結ぶ本線を中心に、そこから枝分かれするように分岐する路線で構成されていた。しかし、近年では、 路線の東配合や循環線の設定が進み、路線の構成が複雑化した。1系統あたりの便数が少ない割には、系統の数が多いことからも、路線の再編が求められていた。2010年12月4日以降、新青森駅東口発着の浅虫線が設定されたが、1日に往復と便数は少ない。系統番号と路線。 行き先の外境は青森市営バスでは、2020年3月23日の時刻改正から、系統番号の表示を全面的に改め、経由地と行き先を、記号、番号で表す方法に切り替えた。市営バスの路線、系統は、経由する道路を基準に、街路の名前や主要経由地を基準に名付けられた、小柳線、東バイパス線などの路線に分類し、 それぞれをアルファベットの記号を付している。A、B は青森駅機、CW は東から順番に郊外方面行きにつけられる。これに行き先を表す数字を合わせ、系統番号を作っている。例えば、民の星通り経由富山団地行きのバスの前面には、二21名の星通り線富山団地と前面に表示される。ただし、 幸せプラザ前駅は例外であり、アルファベットをつけず行き先番号のみの60を表示する。中心街の発着点中心街でのバスの発着点は青森駅前である。系統番号の頭文字が CL の路線については中心部での発着点が青森駅前であるものがほとんどである。経路は行き先別に古川経由と 新町経由に振り分けられている。一部、市民病院や西部営業所などに直通する便もあり、それらの便は、青森駅を経由しない。MW の路線は、かつて、青森駅前発着ではなく、青森駅から徒歩10分弱の国道7号上にある、古川に発着していた便も多数存在したが、次第に減少し、2019年3月25日の、ダイヤ改正から、 古川発着になっていた便はすべて、青森駅前発着に変更された。中心部では、ほぼ全部の便が古川を経由する。ただし、東部営業所、西部営業所間など、中心市街地を通過して、郊外同士を結ぶ青森市営バスの便は現在でも、青森駅を経由しない。この場合、多くは古川を経由して、幸せプラザ、市民病院前、 県立中央病院前、東部営業所等の発着となる。A 国道、古川線 B 新町線、C 作り道、八重殿線、E 東バイパス線へ、福柳線 G、e、名の星通り線、H 松森、浜立線 J 中津追線、K 観光通り線、L 中央大橋線、M 朝日町通り線、P 楼間、通り線 R 滝内、三内線 S 県立美術館線 T 市へ、 新白線有西バイパス線 W 起立て、新田線2010年12月4日の東北新幹線新青森開業時から2020年3月22日まで、青森市営バスは次のような主要目的地記号経由地番号を掲げていた。行き先表示が LED 化される前は次のような方式で、表示されていた4月1日改正当時、 主要経由地の色分け行き先、方面の番号表示収支状況を改善するため、2004年7月から、試験的に、民間事業者へ一部路線の運行、車両管理業務を委託した。これは、施行通部職員より、民間事業者の社員の方が人件費がかからないためで、これにより、青森市 A バスは、経費が削減でき、受託した。 民間事業者側でも十分な利益が得られるようになっている。運行を受託したのは、広崎市に本社を置く広南バスで、八田前にある青森営業所に併設する形で、市営バスの運行を専門に行う、乗り合い部青森分室を設置して業務に当たっている。なお、2019年12月2日より、 広南バスの他にも岩手県北自動車が一部路線の運行を受託した。岩手県北自動車は三内丸山に青森営業所を設置して業務に当たる。2011年4月より路線ごとの委託からダイヤごとの委託となった。そのため従来通りすべての便が委託となる路線もあれば、その路線のうち一部便の未委託となる路線も生じている。 車種によっては、青森市営の文字が大きくなっているものも存在する1994年6月28日、東欧に一報、読者の声に対する青森市交通部の回答から、広報青森平成30年10月1日号、広報青森平成31年3月15日号11ページ、青森市営バスより、 管理の委託業務受託のお知らせ。岩手県北自動車株式会社。2019年10月21日。同年11月7日閲覧。

12月2日冬ダイヤに変わります広報。青森令和元年11月15日号6ページ。乗車券販売窓口でのキャッシュレス決済が始まりました ABC。青森市地域連携 IC カードのネーミングが決定しました。青森市。 2021年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月24日閲覧。青森市交通 IC カード、愛称、オパス。東日報。オリジナルの2021年4月24日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2、ま、<ala> 1 0 4 <Canvas> 2 4 1 3 3 7 0 8 h t t p s w w w t o n i p p o c o j p a r t i c l e s 5 0 7 7 9 0 2 0 2 1年4月24日閲覧新、交通系 IC カードネーミング人気投票キャンペーン。 青森市2021年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年4月24日閲覧青森市企業局交通部公式インスタグラム青森市2021年6月27日閲覧市営バス乗車券 NTT 青森支店前発売所をオープンしました HTTPS w w w c i t y a o m o r i j p 骨管理コーツお知らせ 2018820n たちバイポン html ハット広報青森令和2年2月1日号4ページ青森市2020年2月17日閲覧3月23日改正夏ダイヤの変更点 等のお知らせ、青森市営バスポケット時刻表 PDF 版14ページ、青森市企業局交通部、2020年3月22日閲覧。青森市営バス行き先一覧表、青森市企業局交通部、2020年3月22日閲覧。広報青森2019年3月15日号11ページ、青森市、 2019年3月24日閲覧。波岡線バスの社会実験運行が始まります。青森市営バスホームページ2015年10月ダイヤ改正で、すべて広南バスに委託された。2015年10月ダイヤ改正で、すべて直轄航路に移管された。他の事業者は、前乗り前降りや、バリアフリー対応でない車両での運行であるため、車椅子や、 ベビーカーは上降の際、折りたたむ必要がある。ありがとうございます。